決勝はサベサベが決定しました。はい、そうこの大会サベラさん勝てよみたいなネタバレみたいな。さあさあサベの変更点は何なんですね。終わってない感じですね。相手をサクセスできなくなったぐらいじゃないですか。もう本当によくわかんないですよ。無敵なる、なんだろう、上に振りかぶる技、名前わかんないですけど、あれの無敵がなくなったって聞いてるんですけど、普通に無敵あると思うんですけど、俺、普通にあれ無敵あると思うんですよね。そうそうそう。あ、下半身がないの。あ、全身無敵じゃなくて、上半身無敵になったのね。なるほど。なるほど。対空には使えると。なるほどね。さあ、あの位置だとタクティカルガードもね、なかなかできないね。さあ、滑ってこう、ぶっ込む、滑ってこう、さあ、滑ってこう、打っちゃう、飛び道具。さあ、手がぶっ込むがエンディーで、対空、さあ、手だ、さあ、何かが多分漏れた系な感じがしますが、オーバーゼア、カウンターヒットが拾えない、美味しい、が、ちょっと。よし、ミスしまった。おっ、さあ反応はできていたが、さすがに向こうの判定の方が強かった。さあ、あーちょっと分かんないですね。今のは普通に上に飛んでいたら分かんなかったですね。パッションに多分無敵ないから、そのせいで食らっちゃったかもしれない。さあ、イージーカムイージーゴーで今度はリードするのは RB サーベラス。セダからのキャッチ。さあ、このキャッチが相当うまい、アルビーさん。これは確定しない。さあ、さすが EX 技である。滑ってこう、うわ、当たらず、滑ってこう、当たらず。さあ、ジャンディアローで、さあ、中段を振っていくから、さあ、登って、さあ、キャッチのモーションが見えたが、キャッチできなかった。羽ばたいてしまってかの、さあ、しっかりダメージを取っていく EX。 あっと、小足が当たらなかった。あー、羽ばたいからの、さあ、空中にヒット。さあ、お互い美味しいからの、さあ、ゲージがない EX からの、いや、まだ分かんないですよ。さあ、からしっかり拾いはできている。さあ、勝ったのはパージカガリサーベラス。じゃあ、三決いきましょう。ワンピー側、ベインベインさん。さあ、違うっしょ。あ、ごめん、え、え、さ、三決だよ。あ、三決だからベインさんでいいんだよ。はい、じゃあ、ベインさんのベインと。さあ、2P 側が RB さんのサーベラス。RB さん、連戦ですね。え、変えたっていうか、もう卒業する気満々できたの。おー、卒業する気満々。なるほど。おー、なるほど。まあ、見てる感じも、まあ、卒業かなっていう感じはしますね。さあ、さあ、俺の中では、まあ、森さん、RB さん、パージカガリさんが、まあ、ちょっと卒業に近い。まあ、パージカガリさんはまあ卒業として、さあ、この2人が、そうですね、RB さんもかなり来てるんで、さあ、この2人がいい感じに卒業候補。終わらせて。さあ、勝った方がクリアもらえます。 1P 側ベインメイン、 2P 側 RB サーベラス。さあ、お互い離れて様子見。さあ、かぶせていくベインですが、めくりガード、下げ段ガードできない。さあ、エンディから、さあ、この上半身無敵ぶっこんでいく。さあ、パッションイートが漏れて、さあ、漏れてしまったが大きな反撃が。さあ、パッションネイトね、当たらないと派生が出ないので、あんまり隙がない。これがとってもいい。当たれば派生が出るんで大ダメージ。さあ、うわ、まんじゅう出して、おっと、拾えてる。さあ、ダメージちょっと安いが、確実にダメージを取っていく。さあ、無敵をしっかり使って切り返していくのはアルビサです。さあ、滑っていこう、確認からの、さあ、上にの上がっていく。あざみわかんねえ。さあ、リードしてるのはアルビス。アルビスじゃねえ、アルビスサベラス。普通に今ナチュラルにアルビスって言ってた。
さあ、万事上に上がって傘取り。さあ、これはさあ、当て身。さあ、あの当て身狙いは良かったが届いていなかった。さあ、惜しいですね。さあ、まず1本取るのは RB サービス。さあ、そうだね、当て身の呪力も減りました。忘れてた忘れてた。そうだ、みんな使わねえから忘れてた。そう、持続無力も減ったんで、存在価値がどん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 減っていくみたいな。さあ、まあ、生アテミはね減ってよかったと思うんですけどね。さあ、コンボ決めて走攻める。さあ、上半身無敵を出したがしっかり四つ身滑ってくるガード。さあ、これは確定。さあ、滑ってこう、Dスライサーですね。Dスライサーはガードするととっても隙が大きいので、しっかり確定を取っていきましょう。これは近すぎる、拾えない。さあ、ルートは良かったんですが、最後のイージーカムイージーゴーは遠すぎ、近すぎた。さあ、ベイン側が今度は生発動で体力を回復していく。さあ、EX 見えまい、当たらず。オーバーテア、さあ、オーバーテア深めに当たってしまったので確定。下段、さあ、しっかり下段を打ってカード、これは殺しきれない。オーバーヒートのせいで殺しきれない。さあ、強引に削りに行って、さあ、まあ、空中にいたんで空が深いでしたね。まず取り返すのはベインメイン。おっと、裏回ってワンコ決める。さあ、ちょっとビースラが漏れてしまったが、ハイジャンプに化けた。さあ、ここで当て身ぶっこんで、さあ、ダメージを取っていく。さあ、忘れた頃に来る当て身、本当にねきついんですよ、見えないんですよ。さあ、発生はね相変わらず早いんで、さあ、切り返しには全然使える当て身。さあ、これは、さあ、成功すればオーバーゼアからの、さあ、イージーカムイージーゴー出せればダメージが取れるが、さあ、台車通りまーす。さあ、赤いラインまでね前の方に出ていただければお願いします。さあ、これはさすがに削りきれない。いや、今の下段下段スカッシュだけど、さあ、上段無敵とは何だったのか。さあ、勝ったのはベインベイン。サインおめでとうございます。ここで終わるのは貴様の寿命だった。なるほど、1位2位3位サベにさせることはいけないと。さあ、じゃあベインさん1つ。今日3個目やったね。やったね。さあ、甘いクリアが3個目。さあ、じゃあ決勝戦いきましょう。1P 側モリカドルサーベアス、さあ 2P 側パージカガリサーベアス。さあ、サベサベ、まあ、よく見る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 。さあ、そうですね、まあ、切り返しもさっきのね、あの上にフッてやるやつが、名前が分からない、相変わらずあれがあるんで。さあ、あれ本当に上半身無敵なのかな。思いっきり下段すかしたように見えたんだけど、俺今度やりてえな、ちょっと誰かと検証しようかな。本当にあれ上段無敵なのかな。さあ、ゲーム始まって、まずファーストタッチは、さあ、パージかかりサーベラスがまずはコンボして、さあ、上からかぶせてダメージを取っていく。さあ、ゲージを貯めて、さあ、カウンターヒットだったがうまく拾えない。さあ、みんなが見守る中滑ってこうからの、さあ、確認。さあ、最後ダメージは最後当たりませんでしたが、さあ、十分いいダメージが取れた。さあ、BD からの、さあ、しっかり確認、ダメージを取っていく。ナイスキャッチ、体育見えてる。さあ、滑ってゴールしたところに、さあ、置いていたアローがぶっ込まれて、そこからのしっかり短い短いゴーでダメージを取っていく。投げて、さあ、ナイスキャッチ、漏れる。
さあ漏れてしまったナイスキャッチ。これはさすがに体力削る。さあまず1本取るのは森カドル・サーベラス。滑ってゴー、ガードは間に合った。さあ滑ってゴーに対してしっかり確定を取っていきたい。さあ確認、さあしっかりお互いにちゃんとコパンからヒット確認してしっかりチェーンつないでダメージ取っています。いいことです。さあ BC からスライサー、滑ってゴー当たった、確認がちょっと遅かった。さあ当たってでも確認してからボタンを入力していたんですがちょっと遅かった。さあエリアル、さあ補正切りできる。さあ滑ってゴー前転でかい、反応したが持続当たってしまった。滑ってゴー前転で回避。さあオーバーゼア、アローが当たる、滑ってゴー。さあお互い滑ってゴーに反応しきれているのかいないのか。さあこれは死なないか、どうだ。さあ死なない。さあ顔シフトしていればおそらく終わったんでしょう。これは確定です。さあしっかり確定を覚えていました。勝ったのは森カドル・サーベラさんです。おめでとうございます。さあさあ順調に優勝しました森さん。じゃあ優勝コメントの方をお願いします。はい、 ありがとうございます。やっぱり中田の動画をいっぱい見て格ゲーって楽しいなっていうふうに思えたんで、やっぱり中田の大会で勝れたってことが嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、あ、そうね、エクレア2人あるんで、はい、いただいちゃってくださいと、プラス、ですね、そう、優勝商品があるんですよ、もう一個。さあ、FE さんから提供されました、落花生焼酎ぼっち。さあ、ぼっちぼっちぼっち、俺さ、お酒に詳しくないんでよくわかんないですけど、じゃあこちらを優勝品として、で、あと、さあ、このお花ののど飴、さあこちらもじゃあ2位のパージカガイさんに贈呈します。はい、おめでとうございます。さあアザラシの絵が描いてます。さあじゃあせっかくなんで、さあ森さん、そうですね、エキシビジョンやりたいと思います。え、ベイダーかしずくさんにやってもらいたいなと思いつつ、はいよ、はいよ、ベイダーなんだ、あれ両方やらせればええねん、迷ったら両方やらせる、うん、両方やらせる、両方、え、森さんにこう2人とやってもらってこと、それはいや、どっちかだな。あ、じゃあ逆に森さんどちらとやりたいですか。キャラはカイちゃん、しずくさんがカイ、セリア2カイで、ジータンさんがルイ、じゃあカイちゃんのカイちゃんで、じゃあカイちゃんいきましょう。じゃあワンピ側は森さん、じゃあワンピ側は森さん、さあ 2P 側、さあ、しずくかいちゃん、さあ、エキシビジョンマッチ、しずくさん、さあ、これ、中級者としてはね、これ、勝たなきゃならないでしょう。さあ、さあ、これはね、かいちゃん、つらいんだろうな。ベダベダ表、どうせ煽るならこっちで煽るよ。さあ、さあ、ワンピ側は森カドル・サーベラス、ツーピ側はしずく・セリアツ・カイ、さあ通称カイちゃん、さあ選択はクルエル・アセンション、さあスクリュー処理券からコアブです、さあ駒投げですね。さあ駒投げさ、通常技の連携から入んだけどどうよ、んーなあ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。でもあれダメージ低いから別に俺そんな、いや別にあいこまではいいんだよ、あれだんだと拾えんだよ、まあそう、余裕で拾えますからね。さあ通常投げでも拾えるんで、セリア2にあまりそんなことは関係ない。さあ第1ラウンド始まって、さあさあ画面の状況を見ると押されているのは、さあしずくさんのセリア2回投げて、さあ BCEX スライサーか、ちょっと遠かったか、距離は。さあカウンターヒットかの、さあミーはこっちじゃ当たらず、さあしずくさん体力光ってますけど、あれ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 投げてから、うわー
まず1本取るのは森カドルサイバス。さあ、ミズ離せ。あれ半角ほとんどねえから。さあ、さあなぜかアドバイスされる中級者側。さあどういうことなんだ。さあ頑張れカイちゃん、頑張れしずくさん。さあ BD BD からの、さあトマホーク。お、これはかっ、反応していたが、さあ滑ってゴーに潰されて無敵ないんです、あの技。お、跳ね返して。ああ、わかんないさあ、クエルアセン、アセンションだっけ。さあスクリュー勝利券投げてからの、さあ拾って失敗。さあオーバーで、これやばいよ。あーっと、さあ、いや森さん優しいな。さあ斧投げまくって削りたい。斧避けられて空対空、危ねえ。斧投げてガード、斧投げてガード。さあ削り切る。さあ一本取り返すのはしずく、セリアツ海。さあファイナルラウンド。さあサーベラスは3ゲージ、カイちゃん ほぼ1ゲージ。さあ1ゲージ溜まって、投げは抜ける。さあ上半身無敵。さあしっかり体育取っていく。あーっと、これはまずいぞ。さあパッショネイトから、パッショネイトかの、さあスライサー上に飛んで減る。さあいいダメージ投げて。さあカイちゃん頑張れ。さあエンディ反応している。ガード。さあ EX トマホークは当たらず。さあカイちゃん、あー、コマ投げが届かなかった。さあ勝ったのは森カドルサイバス。はい、拍手。シークは来週からこっちのトーナメント。いや、なります。さあ、じゃあ森さん、さあこれはそうですね、もうじゃあ文句なしでしょう。じゃあ森さんは初級、初級者卒業ということでよろしくお願いします。はい、おめでとうございます。あとね、あ、そうなんですか、残念ですが。そうですね、だからコロナみたいなんですが、まあ森さんでも確定のねコンボとかしっかり最後決めていたので、全然もう初級者は卒業で問題ないと思います。さあ、あと、2位のパージ係さん、こちらもまあ卒業したいと言ってたんですが、全然卒業でいいと思います。なのでパージ係さんも、まあ、マヒルさんですね、卒業ということでよろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、まあ本日の卒業者はどうしようかな、以上でいいかな。アルビーさんとベインさんも候補に上がっているんですが、まあね、まあちょっと様子見ということで、いやもういいです。さすがにそんな何回もやるといつまで続かんだってなっちゃうのでね。さあ、じゃあまあ次回また参加していただいて、その時を見るという形で保留という形にしたいと思います。さあということで、毎週日曜日、16時から、カオスコード初級者大会、このような形で、行っております。まあ興味のある方はね、ぜひ参加していただいて、で記念参加でもいいんで、こういう大会のね雰囲気を味わいたいという方も全然問題ないんで、たくさん参加していただければと思います。では本日は、19人参加していただいて、優勝森カドルさんということで本日の大会を締めさせていただきたいと思います。11月20日日曜日、カオスコード初級者大会これで終了いたします。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ設定戻します。
さあじゃあ野地愛大の方は今解放しましたんで、プレイしていただいて問題ありませんと。はい。さあちなみに18時からホークトの方もあるんで、エントリーシート用意するんで、ね、参加の方よろしくお願いします。アルビツ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 、ちょっと待ってくれ、確認する。アルビツは時間が早くなった。あ、違う、そう7時から、18時がそう、ホクトと逆に合いました。ホクトの初級者大会が先に来ます。はい、いつもと違うので気をつけてください。はい、じゃあちょっとエントリーシートじゃなくてトーナメント表片付けます。マジか、ちょっと緩かった。なるほど、じゃあマジか、じゃあ RB さんとベインさんもじゃあ卒業ということで、はいはい、ということでなんとじゃあ RB さんいます、あります、じゃあベインさんいるか、ベインさん、あ、ベインさんいた、じゃあそちらも卒業ということで、はい、よろしくお願いします。はい、びっくりした。